現在、長崎市と佐世保市、島原市、南島原市、渡月町、長与町、東彼杵町が警戒レベル3、高齢者等避難の情報を出しています。これらの自治体などは避難所を開設し、危険な地域に住む高齢者などに早めの避難を呼びかけています。また長崎市の県立長崎東中学高校は明日休校とすることを決めました。長崎市教委によりますと、今のところ市内の小中学校で臨時休校などを決めた学校はなく、明日各学校のガイドラインに従い判断するとしています。今日空の便はオリエンタルエアブリッジの壱岐・対馬・五島便の3便が視界不良のため欠航となりました。LCC にチャンネルを合わせ、リモコンの D ボタンを押すと、あなたの防災情報の表示が出ます。ここを選択して決定を押すと、お住まいの市や町の気象警報、土砂災害警戒情報、避難指示などの情報が表示されます。また、避難所の情報も確認できます。皆さんの安全にぜひお役立てください。